皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、新しいことを始めるのに不安や自信のなさを感じる教室の先生にお届けする3つの処方箋ということについてお伝えしていきたいと思います。どの時期もですね、例えば何か新しいことを始めるっていうのは、人によっては不安を感じたりとか、どういうふうになっちゃうんだろうなっていうふうに思ったりする方とかもね、多いと思うんですよね。で、どういう時期にそういうのを主にね、よく考えるかっていうと、私自身も今そうなんですけど、来期、次の年の目標値を考えて、で、その時に、どういうふうにしようかなっていう計画はね、立てて、自分がやったことがないことをチャレンジしたりするっていう決意をする時があると思うんで、そうですね、年度終わり、私の場合年度の区切りが年末なので、12月だとすると11月とか10月とか、いろいろそういうどうしようどうしようを考える時期ではあるんですね。あと人によっては3月が年度終わりとかだと、4月からどういうふうにしていこうとかって考える方とかもね、いらっしゃると思うんですけれども、でその時に私はそんなに考えたことはないんですけれども、ご相談に乗ってるとですね、大体不安ですとか自信がないんですとかっていうお話をいただくケースが多いので、その新しいことをチャレンジする時に、感じる不安や自信のなさというものに対してどういうふうに考えていったらいいのかっていうことを、ちょっと連続でここのところそういうお話をよく聞くので、はい、そちらをね、ちょっと解説をしてみようかなというふうに思っております。ということで3つのね、処方箋を出していきたいというふうに思っております。はい、では本題に入りたいと思います。まずですね、新しいことを始めるっていうことは、そもそも何もまだやっていない状態じゃないですか。で、この一つ目がね、そもそも何もやっていないということを理解するというのが必要なんですよ。はい。何もやってないから、やる前からですね、仮に不安があったり、自信のなさがあったりしたとしてもですよ、結局やるって決めてるから、やるしかないんですよ。やるしかないんです。だから、いろいろ考えるんだとすると、やった後に時間を使った方がいいです。やる前はやるしかないから、不安とか自信がないとかを考える余地というか時間がもったいない。それだったら、考えててどうしようっていう時期をずらすぐらいだったら、やってみてから反省とか、どうするかっていう修正と調整ですね、をかけていく必要がある。ので、まず自分が冷静にちょっと考えてみてほしいんですけど、まだやってないんですよ。だから不安とか自信がないとかを感じる必要がないということなんです。ここの辺分かりますか？はい。なんか感じて、不安や自信がなさを感じてチャレンジしても、不安や自信がなく、自信満々でない自信ですよ、根拠レスな自信ですよ、でチャレンジしても、チャレンジするっていう行動自体は変わらないんですよ。だとしたら何も考えずにやるか、チャレンジっていうことに対してはですよ、その不安とか自信がないとかっていうのを考える必要がないということを理解するだけで、随分心が楽になると思うんです。なぜならば、不安とか自信がないっていうと、心がどんよりしたりして、他のことにも影響が入ってきちゃう時があるじゃないですか。だから、まず一つ目は、そもそも何もやっていないということを理解する必要があります。はい、まずこれが一番目ですね。で、二つ目、不安とか自信がないっていうのは、例えば一定の成果を収めたいと自分が例えば思うチャレンジ目標とか、じゃあそうですね、分かりやすく言うと、新しい新講座を立てます、で集客がゼロでしたっていうことの、
結果が怖いから不安や自信がなかったりするわけですよね。だけれどもそれによって何か困ることがありますかっていう話をちょっと冷静に考えてみてもらいたいんですよ。新しい口座を立てるということは新しく売上とか利益が創出されることにチャレンジするわけですよね。だからそもそもゼロベースなんですよ。そもそもゼロベースなんです。うまくいったら収益になるじゃないですか。ということは基本失うものはないんですよ。だってゼロベースだから。あるとすると、まあ、その企画を考えた時間とか、そのために準備した時間とかっていうのは確かに一見するとマイナスかもしれないです。一見するとですよ。だけれどもそれをやってみたっていう経験値はプラスになってますよね。ということはうまくいかなさそうだから何もしない人ってゼロのままなんですよ。うまくいくかどうかわからないけどやったら経験値1がつくんですね。じゃあこれをこの人が10個やったら10の経験値つくんですよ。でそのうちの1個は成功する可能性とかもあるかもしれないですね。ところが考えてるだけの人ってゼロのままなんですよ。この違いはすごく大きいですよね。だから何が言いたいかっていうと自信がないとか不安っていうのは成功できるかできないかってわからないことに対して不安を持つのかもしれないんだけれどもそれはやってみなければわからないということでやることに対しては全てがプラスであるということなんですね。経験値は増えるから。あとできないっていうことが分かったとしてもそれが経験値になるからいいことでしかないんですよ。だから結果の内容はゼロかもしれないですよ。でもじゃあゼロだったっていうことはあじゃあ内容そのもの企画が悪かったんだなとか発表の仕方が悪かったかそもそも世間の人から求められてない講座作っちゃったかなとか、まあ、そういう反省はすればよくて次の時にはそういうことをしなければいいじゃないですか。だから私はよくクライアントさんとね、まあ、お話をするときに今度の講座が集客できるか不安ですとかって言うんだけれども、まあ、それによって不安で手につかなくて考えちゃって気分が落ち込んで他の仕事ができないっていうそこがまずいって言ってるんですけれども不安に思うが思わないがやることは一緒だったらもう絶対に叶う楽しいっていう状態でチャレンジしてみてでダメだったら考えればいいだけじゃないですか。そこには事実があるだけなんです。できなかったやれなかったで不安を感じる人の傾向は、その目標値に達成しない自分を恥ずかしいと思ったりとか自分で自分を傷つける傾向があるタイプの人がそういうタイプです。プライドが高い傾向があります。要はそういうふうにできなかった自分って恥ずかしいみたいな。例えばそれこそ集客募集かけちゃっててゼロだったら集まんなかったじゃんって誰かに言われることを気にするとかそういう世間体とか誰かに何かを言われることを気にしたりとかというタイプの方が不安とか自信がないっていうことをよく言う傾向があります。いや私謙虚ですとかって言うかもしれないけれども自信がないとかっていうのは謙虚じゃなくてその深層心理の部分においては逆で成功できない自分を笑われるのが嫌だないしは成功できない自分を自分で笑っちゃうのが嫌だだから自信がないっていう言葉で一旦ごまかしておいて、それが成功したらラッキーぐらいにする位置に自分を置いちゃってるんですよね。だから実はプライド高いんですよ。まあそういうふうに言うとねまた反論とかが来るかもしれない。でプライド高い人に限ってプライド高いっていうふうに言われるとそうじゃありませんって言うから面白いですけれどもね。そういうことなんです。だから人の目を気にするタイプの人は大概自尊心が強いタイプの方が多いです。自尊心と自己肯定感があるっていうのと話違うんですよ。はい、自己肯定感は自分をちゃんと認めてあげてっていうことなんだけど自尊心は自分の中のその世間体評価において自分が認められることが嬉しい感じが自尊心の部分になりますからそこがあると結構チャレンジって邪魔されますよね。はい、なので
2番目で言うとですね、自信のなさとか不安からは何も生まれないっていうことです。だったら持つ意味がないんだったら持たなくていいよねっていう、そういう感覚なんですね。で、私の場合、じゃ例えば誰かからね、何かお仕事頼まれたとするじゃないですか。頼まれ事とか、高橋さんにやってほしいとかって言ってね。で、それがもしかしたら今の自分の力量には若干、まあ、頑張んないとできないかもしれないなとかって思うような内容だったとするじゃないですか。だけれども相手が認めてくれてるんですよ。相手がその価値を認めてるっていうことは、そこはできる自分として相手には見えてるであれば、頑張ってみようで全然よくって、やらせていただきますの一言っていいわけですよ。で、そこでその未来の自分に対してコメントメントができない方は何て言うかっていうと、いやちょっと自信がそれは持てないんでとかって言ってね、まあ場合によってはお断りしちゃう方とかいらっしゃるんですけど、自分で自分が成長するチャンスを自分で潰してる方なんです、そういう方って。で、それによって守られるのは何かっていうと、失敗しなかった、誰にも笑われなかったという自分というプライドが保たれるだけなんですよ。だから、心配とか不安って基本いらないということになります。はい。新しいことにチャレンジするのは、すごく、まあ、いいことじゃないですか。新しい世界を見つけることになるわけだから、基本経験が増えるっていう観点から言ったら、いいことだらけなんですよ、基本的には。はい。だから、それを不安に思ったり、自信がないということで躊躇したり、やめちゃう方がむしろもったいない。というふうに思っているんですね。で、もう一つ言うと、そういう方は人にそれを言うことによってどういう言葉を人からかけられるのを期待してるかっていうと、まあ嘘か本当かは別としてですよ、あなたなら大丈夫っていう言葉を多分期待しているから、自信がないっていうのを言ってみるっていうことです。はい。で、その言う相手がもちろん本当に信じてくれて、あなたなら大丈夫っていう場合と、なんていうのかな、まあ、リップサービス的に、まあ、欲しいと思っている言葉だから言ってあげようっていうタイプと、まあ、2ついるわけですけれども、もちろんね、褒めて伸ばす教育みたいなのがあるから、褒められることによって人って活力が生まれたりとか、さらに前に進もうっていう気持ちになったりする動物だっていうのは分かるんですよ。分かるんだけれども、それを繰り返すとどういうことになるかっていうと、自分の中で自己完結できなくって、他者の評価がなければ自分って頑張れない自分が出来上がっていくんですよ。だから言ってくれる人って心地いいから、嘘か本当かは別としてですよ、でそこに寄っていってその言葉をかけられ続けるということは、自信がなくなるとかけられるためにそこに行く、また自信がなくなるとかけられるためにそこに行く、それで根底的な問題が解決するかっていうと、自分で立ち上がって自分で前に進む力は全然成長してないんですよ。そのいいことを言ってくれる人のところに行くっていう手法は覚えるんだけど、これは一過性の処方箋でしかなくて、根本治療じゃなく、まあ、対処治療な感じに近くて、さらにそれが度が進むと依存になっていきます。依存になると自立と離れていくから、ここ結構ねポイントな感じだと私は思っています。はい。だから自信のなさとか不安から何も生まれないっていうことを知った方がいいっていうことですね。これが2番目です。で、3番目は、まあ、結論的なことを言うんですけれども、全ては自分次第なんだっていうことです。その何かの物事とかチャレンジしようっていうものに対して、どういうアプローチからそこに向かっていくかっていうのは、例えば困難だったりしたとしても、チャレンジするっていうことを決めた時には、まあ当然覚悟とかがあるわけなんですが、それによって得るもの、もう頑張ってやった状態でうまくいけば成功になるし、失敗してもそもそもゼロベースなんですよ。だから自分がそれを持ってやればいいだけなので、不安要素とかはいらない、もう成功する未来あるのみっていう考え方でトライするんですよ。
で、失敗しますよね。失敗したら、あ、失敗しちゃったねって言って笑えばいいんですよ。自虐的にじゃなくてですよ。じゃあ次とかいう、それぐらいのライトな感覚でチャレンジする方が楽でいいと思います。まあ、私もその年々に合わせてね、今までもやってきました。特に転職に関係すると6年に一度ぐらい大きな業界も変えちゃう転職とかをよくやっていたので、その時はもちろん勇気いりますよ。だって下手すると安定してて月収もらってたところから新しいところに行って同じパフォーマンスができなかった場合、そのお金をいただき続けることに対しての罪悪感が出ますよね。ないしはお給料下げられるかもしれない。年俸制の会社2社いたことがあるんで、常にパフォーマンスを出し続けるっていうことで貢献しないと自分のお給料がそもそも下がるみたいなね、そういうことにもなるっていうチャレンジがあって、でこれは自営業になっても当然一緒で、教師の先生もね、私もそうなんですけれども、未来永劫に儲かり続けるシステムなんていうのは世の中に存在しなくって、何かしらチャレンジをし続けるから変革が起こり利益創出がなり、でそれによって幸せになる人が増えっていう、まあそのサイクルになるわけですよね。っていうことは、出だしはそもそもチャレンジをしなければその出だしの状態すら作ることができないわけなんですよ。ということは全ては自分次第なんだと思ったら、その小脇に抱えるものが不安だったり自信のなさだったらもったいなすぎるっていうことなんです。できないことでも自信を持っていいっていうことです。自信っていう言葉は自分を信じるから、自分を信じるだけなんですよ。余談なんですけど、私サックスとかを趣味でやってるんですけれども、自分のセミナーにライブでサックスを入れたりするんですね。演奏とかね、最近演奏の時間の方が長かったりするんですけど、で私ライブ大きいのは6回7回ぐらい、あ、もうちょっとやってるか、8回ぐらいやってるんですけど、ちっちゃいのも合わせるとまあまあやってるんですけど、毎回その時の私の中で、例えば練習が3ヶ月とか4ヶ月続くんですけど、その中で一番いい出来なのはライブなんですよ。本番が一番出来がいいです。うん、で前日にうまくいかなくて指が引っかかっちゃってたとこでも本番はうまくいきます。まあ、もちろん本番はうまくいくようにその前の努力と、もちろんなんていうんですかね、支えてくれる基礎力っていうのはあるのは間違いないんですよ。間違いないんだけれども、まあ、なぜ本番が一番出来がいいのかって言ったら、単純に私自身が本番が一番出来がいいって信じてるから、練習で疲れちゃっても本番どうにかなるよねって思ってるんですよ。でどうにかなっちゃうし、するって言えばいいのかな。だから本番はどうにかなるって思うのって自分自身じゃないですか。だから自信がないっていう状態じゃなくて、本番はどうにかなる、まあ、ある意味自信があるっていう状態、しかも根拠レスですよ。根拠レスです。ね、先生とかにも、あ、ちょっと突っかえちゃったけど、まあ本番どうにかなると思ってるんでとか言って、で本番ね、仮にじゃあどうにかならなかったとするじゃないですか。どうにかならなかったとしても、私はチャレンジを仕切る、本番でチャレンジを仕切るっていうことを決めているので、チャレンジは絶対仕切ってるんですよ。そこでできなかったからとすれば、次はどうにかすればいいっていうことでまた練習に励むだけなので、まあ、一つの通過点でしかないんですけれども、でも一番本番が出来がいいです毎回。だからそこには不安とか自信がないっていう気持ちは持ったことがないです。本番が一番出来がいいって思ってるから。そして一番いい出来の最高のパフォーマンスを聞いてくれる人に心を入れて届けようって決めてるから、そこにフォーカスしてるっていうのも、まあ、大きな問題かもしれませんけどね。基本そのね、聞いてくれる人たちに向けてのメッセージを届けようっていう必死さは多分ね伝わると思ってるんです。だからそこに、まあ、技術的なものでなんか失敗しちゃうとかが入ってくるのか入ってこないのかね、別問題として、だから自信がないとかはないです。もう最高のものを届けるって決めてるので、うん、
自信があるパフォーマンスをするっていう、このあたりの違いとかがうまくいく人といかない人の大きな違いかと思います。で、集客もうまくいくのが当たり前って思ってるタイプの人と、うまくいかないのが当たり前って思ってる人はもう結果が如実にその通りに出ます。うまくいくのかな、いくのかなっていう不安を持ってるっていう人は、うまくいかなくて当たり前っていうのを根底に持ってます。なぜならば、うまくいかなかった時にそう思っておけば自分が傷つく程度が少なくて済むからです。で、うまくいくのが当たり前って思ってる人は、まあ、うまくいくんですよ。だけど、うまくいかなかったとしても、あれ、なんでうまくいかなかったんだろうっていうあれっていうところから直していくっていうことができるので、この気の持ちようは全て自分次第なんですね。だったら不安とかを持って考えてうだうだしてそこを動けない時間があるんだったら、よし、これはいける、うまくいく、チャレンジだっていうふうにしてチャレンジして、ダメだった時には直せばいいっていう、それぐらいの感覚でいく方が基本うまくいきます。はい、なのでそれをちょっとね、今日は伝えたいというふうに思いました。まとめに入っていきたいと思います。新しいことを始める時に不安や自信のなさを感じる教室の先生にお届けする3つの処方箋。まず1つ目、今そもそも何もやっていないということを知るということですね。2つ目、自信のなさや不安という感情からは何も生まれないということです。で、3つ目、全ては自分次第という、このあたりで、考えていくと、不安とか自信がないという状態がなくなっていくはずなんですね。そうすると、もうあとはやってみる、やってみたら、もちろんうまくいく前提でやるんですけれども、いかなくても、それを直していくっていうだけでいいっていう、そういうサイクルがあるんだっていうのが分かるだけでも、随分気持ちが楽になると思いますので、はい、ぜひそんな感じで頑張っていっていただければと思います。それでは